ナパイさんなのかな。まあ単純に、あ、クルーメイト、ちょっとラガールっぽいね、初手動きが遅いね、初動ね。紫鳥鳥青紫はい、嘘ミュート解除しました。嘘マジ怖いからボタン押そうと思ったらセンター刺してる。嘘早っ。センターさんの最終目撃情報あります？ゲームは見てません。私も見てないっすね。見てないっすね。最初アドミンいなかったよ、ね、最初アドミンにはやらせてたけど、神宮寺初手アドミン行って竹尾さん砂留さん見てて4人いましたね。多分私が一番最後に出たのかな、でも千田さん見てないので、で右か左ですね。の落ち葉あたりやって停電が起こってたのが多分そこら辺だったはず。センターさんの目的情報ある人いますか？あ、僕は O2 で小作業してました。あ、右だ。ん？右ですね。そうそうそう。右だった気はします。え、O2 にいたってことですか？センターさん。スナファイさんもこれ犯人なのか。ナビゲーション僕その後行って、ナファイさんあってるはずだけどな。ウェポンズ行って、で電気携帯のカフェテラの方行ったらサントスさんと多分すれ違ったかな。私初手が隕石やってて、確か赤は赤ともう一人が通った気がして、その後私左ルート行ったんで、自分多分それ自分です。はい、おしゃかりさん、それあの停電する前ですか、停電直後ぐらいですか、直前ぐらいですか。する前ですね。閉店前にお腹でセンタンと一緒だったんですね。そうそうそう、そっからは見てないですね。ナビゲーション、あの容疑者絞ろうぜ。ガチキンさんないです。はい、僕も言えます。ダチキンさん絶対ないです。ゲンもないです。はい、ゲンズジさんないです。ないと思います。砂ザメさん、タケオさんないんじゃないですかね。あー、そうなっちゃうのか。サイさんがサントスさんになるの。そう、最後にアドミンと砂ザメさんと会いましたけど、マシャカリさんが私出てた時ですね、多分。俺も自分が殺してたらそんな言わないけどな。停電の時に右カフェ右上やってたの誰ですか？私、神宮寺もです。サントスさん。2人来た記憶あるんで、はい、3人いました。神宮寺、神宮寺、武雄、サントスですね。死体が消えるのが一番。右にいた人の行動とかかな。マシャカリさんっぽい。あ、こんにちは。あー、殺されちゃいましたね。そうなんですよ。殺されちゃって。いや、ちょっとね、墓場チャットなんで、ちょっとネタバレは避けるんですけど。はい、疑われてるうちに鳴らしました。はい。うん、はい。いや、でも僕、本当に、O2 一緒に行った後、ナビゲーションに行ってから、センターさんとそこではぐれてるんで、わかんないですよね、道中が、その後の。だから、それ以外何も言えないですよね。そのセンターさん、そこで以降見てないって人がいるんだったら、まあ、僕は一人なんでしょうけど。今僕の体にセンタンの霊が乗り移ってるんですけど、はいはい、あのマシャカリさんってセンタンさんの最終目撃情報言うの遅くなかったですか？いやちょっとマジでやってないって。スナパイさん、いや結構早かった、結構早かったっすよ。ちょっと疲れてください。勝手にやめてください。そんなこと言いません。僕は偽物センターさんで早く抜けてください。もうちょっと全然乗り移ってないじゃないですか。パチモンがよ、センターが守ってる他の人ですから。僕じゃないっす、まさに霊能者。僕じゃないっす。でもわかんないっす、誰か。最終1位僕しか見てないっつったら、まあ、もうゲーム序盤ですかってことは、うん、序盤の序盤ですよ。序盤の序盤。マカリさんがスタイチを、あ、いや、ちょっとこっそりずらすために。結局、サントスさんとマシャカリさんの2択当てるゲームでいいですか、この事件は。え、ごめんなさい、ごめんなさい。私、ウェポン行った後、カフェテリアの右上やってるの目撃されて、うん、その後、最後、アドミンで砂澤さんと会ってるのも見てるんで、あ、まあ、あるんで、2つの証言あれば、右回れなかったことは証明できるかなと思うんですけども。そうですね。停電起こったタイミングで、停電開けるぐらいまで。多分タスクやってたんじゃないかな。ナパイさんとマシャカリさんの、サントスさんだったのって停電前でしたっけ、後でしたっけ。
一番最後ですよ、砂鮫さん本当呼ばれで、私ちょっと気になったのが、砂鮫さんアドミンでなんか入り口の上からベントの方に真下に降りてたんですけど、あそこ目指す位置ってあんまりないかなと思うんですけど、なんで最後真下に降りてたのかなと。ベントか、地図見たんじゃないですか。んスイング組のベントとか追わなきゃいけないってことですね。わかりました。これ先端さんってマジで流れ変わったな。これ先端さんってアドミンに来てたってことないですか、停電の間で。キャンセルだぞ、ベントキャンセル。わかんない、無行動履歴がわかんないから。わかんないですよね、うん、ワンチャン行ってる可能性もありますよ。なんかなんか先端さんっぽい感じなのかなっていうのが、停電明けぐらいでアドミンに入ってくかなっていうの、なんかうっすらあるんですよ。思い出せ思い出せ、俺じゃない。サントさんか私が発見してんじゃないですか。だから砂染さん黒いのかな。そういうことか。いいね。あ、お疲れ様です。いや結構ね、なんか推理がいい感じになってますよね。あ、ちなみにちょっと誰に殺されたとかネタバレでちょっとなしでお願いできたらなと思うんですけど、はい。んーしょんーしょ、どうだかね。ちょあ、死んでないよね、死んでないよね、はい、死んでない、うん、はい、いいです。アドミン組の弁当を運んだったらアドミンにいた方を洗った方がいいですよね。その神宮寺の、その神宮寺ですけど、その先端さん自身を見たっていうのは停電明けたぐらいに、なんかそれっぽい赤っぽい感じの人がアドミンに入ったんじゃないかなぐらいのすっごい曖昧な部分なんですけど、あれ神宮寺さんどこにいた、砂林さんだったよね。僕あの停電明け、停電中にカフェテリア右上のタスクをやっていて、噛み合ってるだけだよね。停電だって言って、ストレージの方へ向かったら停電明けたタイミングがストレージの廊下のとこなんですよ。あ、それじゃねえわ、アドミンとストレージの間のとの字の廊下のとこだったんですよね。神宮さんどっちから来たんですか、カフェテリア側から。カフェテリア側です。アドミンにいてカフェテリア右上行って、で停電だったんで下へ向かってみたいなタイミングですね。見えてたかこれ。え、じゃあ神宮寺さん最終目撃情報、実はセンターさんの最終目撃情報持ってるってことですか。いや間違いかな、分かんないでしょ。あ、分かんない。あ、はいはい、了解しました。いたかもしれないっていう、いたかもしれないっていう、めちゃくちゃ曖昧な部分を。あ、そっか。ちなみにもしそれが確実だったらマシャカリさんじゃないのか確定するけどね。じゃあの1個白証明していいですか、うん、最初にさっきリアクターギリギリ直したの僕ですよ。誰も来なかったから。神宮寺見ました、マシャカリさんがやってるの。あ、神宮寺さん後から来たんですね。あ、そうですそうです。僕トップバッターですよ。あ、一応砂パイさんがいた話、砂パイさん、砂鮫さんがいたお話を補足すると、あのカフェテリアの右上で3人いたっていうところからアドミンに向かって、アドミン入った瞬間ぐらいにボタンが押されたんですけれども、なんか砂鮫さんがアドミンにいるなって見かけたら、その弁当の位置をめがけて走り出したように見えました。ただあのモニターの位置ともギリギリ言えなくないので断定じゃないですけど、まあ、真下を目指し始めたようには見えました。動機ずれなんじゃないですかとしか言えないですね、そこら辺は。あ、まあ画面がゲームが遅くなったら動機ずれっていうのはあるんですね。実際私は地図見てたんで。あ、地図を見てた。地図っていうかそのマップですよね。え、見に行ったじゃなくて見てただったんですか。な、見に行きました最後。私だからそのアドミンに出てまたアドミンに戻ったんですよ。ん、じゃあ砂鮫さんのアドミン情報って何か出たっけかな。アドミン情報はまだ出してないですけど。いや、いいねいいね。勘違いかラグ化がうまいことつながって砂鮫さんの不自然さが浮き彫りになってきた。完全にいいね。話しますね、うん、いいと思います。はい、ちょっと疑われてるんで話してもいいですか。はい、はい、アドミン情報は特になんか参考になるようなものなかったっていうか、あと記憶がうろ覚えだから、特にここにいくついたからこうだみたいなものが、ごめんなさい落とせないですっていうだけです。まあ、あ、落とせないだけっていうことはあれですね、見たは見たけど覚えてないとか有益な情報なさそうだったっていうこと。大体私はなんかそのメドベイに1いたとかリアクターに1残ったとか、なんか結構当たりをつけちゃうんで、
なんか砂鍋さんの見たとか見ようとしたって、なんかあの言い間違いの可能性もあるから、そこまで強く追求せんでもいいのかなってちょっと思ってしまった。わかりました。でも、まあ確かになんかでもちょっと言い訳っぽくなってしまうのはごめんなさい、本当に。ヘア作れば。ああ、それでもよかったって思いますよ。あ、いいですよ。え、サントス砂鍋でいいです。どうします？なんか私はマスカリさんの方が若干黒いんですが、あ、まあ、完全に白い力の人の指定で大丈夫です。じゃあ僕も何でもいいっすよ。まあサントス砂鍋みたいにしておきますか。いやまあいいですよ。え、いやマシャカリ砂鍋でいいんじゃないですか。サントスさん、カフェの右に、わかりました、カフェの右でタスクしてるのを私見てるんで、ジングジさんもサントスさんがタスクしてるのを見てると思う。見てます見てます見てます、はい、じゃあ基本一応ほっときたいんですけど、神宮寺さんが殺して死体ケースは今回ありえないっていう認識でいいですよね。竹雄が神宮寺さん最初から最後まで見てますんで、はいはいはい、そうです。僕はもうビクビクしてました。分かりました。はい、うん、じゃあそれでいきますか。分かりました。これです。正直そのセンタンが結局どこで死んだのかって正確な情報が分からんので、あまり詰めようがなさそうなのかなってちょっと思ってしまって。じゃあ砂鍋さんデートしますか。じゃあ、はい、砂鍋さんペア了解です。ね、この場合はあのインポスターとペアになったら喜ばしいことですよ。そうですね、死なないから。死んだ人いますけどね、さっきね。さっき、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 殺した人いるから。さっき、さっき、それで殺されて推理を表に出せなかった人いますけどね。僕もそう思ってペアを組み行ったんですけどね。どうなんだろうね。ナパイさんなのかな。まあ単純に、あ、ナパイさん。うん。スナパイさんがエレクトリカル配電盤の右さ、タスクの前じゃないですね、通路のとこですね。いや通路ではないですけど、なんていうか、あの隙間です。奥に行くための隙間のところで死んでました。エレクトリカルの右ぐらい、エレクトリカルの奥、奥ではない、配電盤の右ぐらい、配電盤の右ですね。マシャカリさんと砂鍋さんエレクトリカルに入ってってるのを見てるんですけど、そのまま出て行かれました。このまま出てエレクトリカルの後に、その時スナパイさんいました。うん、その時スナパイさんいたと思うんですけど、いましたいました、うん、でその後にスナパイさんというか、スナパイさんを見た後に確か下に行ってストレージの方にマサカリさんと出て行きました。そあれとスナパイさんの後ですよね。その後はごめんね、ちょっとだけ喋らせてもらっていい？その後、はい、竹尾サントスはリアクターにいたのでそのキル無理なんですよね。はい、おっしゃる通り、はい、うん、でアルトも出てってるのをマシャッカリスナザメが見てるので神宮寺ゲンザチキンになるんですけど、私ロアエンジンに行きました。あ、ゲンです。アルトさんがエレクトリカルからロアエンジンの方に向かう移動をゲンは確認しています。ゲンはそのままストレージ方向に右に抜けています。神宮寺カフェ、O2 に最終でもう右側にいました。一人ぼっちです。ここはね、マサカリさんとスナザメさんが喋るのを我慢って感じだな。お互い白ですだけでいいね。余計に話したいそう。ストレージの配線をやった後、ストレージの右側からエレクトリカルに入る。エレクトリカルに入るつもりはなかったんですけど、扉が閉まっていたんで確認のために少し待った後にエレクトリカル入ったら死んでました。ザチキンさんはずっと一人。アドミンね、二人とも入ってたね。アドミンじゃないや。アルトさんに、アルトさんにお聞きしたいんですけど、アルトさんがエレクトリカル出た瞬間、中には誰と誰がおられましたか。スナパイ、で入るところが、ね、マシャカリスナザメから。入るところでどういうふうに入るところでした。左でした、右でした。ね、まだ配電盤前でしたね。マシャカリさん、スナザメさんは。あの、ちょこちょこ動いてたんですよ。まあ、それ二人でずっといろって言われたんだよね。間違ってないですよね。ちょっとマサカリさん、ちょっと動き私に合わせてもらっていいですか。いいっすよ。だいぶずれてたんで。これやらしいな。ロアエンジンからストレージまで私まっすぐ抜けてるんですけど、その間アルトさん以外とクロスしていません。ちょっと違和感かな。やらしい今の一言。じゃあ押すわ。ちょっと待って。はい。クロクロペアになっちゃったんだよな。ね。今弁当から2人とも出てきた。レッドウェイの。先端どこで死んでる？
アドミン。アドミン。ああ、じゃあ神宮寺さんの上が正しいんだ。スナパイさん直前まで一緒にいたから全然言ってくれないから黒だと思ってた。え？めちゃくちゃ直前まで一緒にいて、スナパイさんストレージの方にいて僕アドミン引き返したんだよね。だから黒だと思ってた。停電中じゃん。記憶違いだったら申し訳ないんだけれど、はい、スナパイさんはエレクトリカルウォークじゃなくまず右の方のタスクやってるんですよ。気づれかな、僕が出る前、はい、停電中だったっけ。そのまま左の方にずれていってやってて、僕スナパイさんに殺されると思ったからそのまますぐ出たんですよね、うん、で出るところで、マシャカリさんとスナダメさんがエレクトリカルに入ってきたんですよ。それ間違ってないですよね、はい、2人間違ってないです。で、アルパさんが多分ロワーカーでこの方に行ったような気がっていう。で私はそのまま左の方に抜けていって、でロワーエンジンの上の方のカチッてやるタスクをやった後にそのまんまリアクターに入ってます。でリアクターで武雄さんが僕のことを見ています。見てます。私も見ました。ちなみに一応直るさんも直前か、もう数別のやつやってるのを見てるので。なかった。話整理するともうゲンさんとアルトさんがもう完全に食い違ってるってことですよね。ゲンさんは僕多分見たのかちょっと覚えてないんだよね。ただ、ゲンさんにキルが難しいんであれば僕はザチキンさんセルフなのかなって思ってますけど。いやー、歌がやってるね。どっちかですね。あ、ジレさんがないなら、ね、僕は右側なんで一人ぼっちでした、ずっと。そのターンは。ゲンが見間違えたのかもしれません。そしたら、うん、アルトさんがその2人、マシカリさんとスナザメさんでしたっけ、の2人が入ってくるって話をわざわざかぶせたら、すごくもし嘘ついてた場合ってものすごくリスクの高い行為なので、いちいち言うかなと思って。してんだよな。はい、ちょっと違和感の話を聞きました。やってんだよそれ。大丈夫です。違和感があるんだったら全部言ってくれれば後で。はい、あれ、ま、すみません、マシャカリさん、スナザメさんが入ったときにスナパイさんは見てない。奥でチラッと見ました。逆に先出しして、うん、その後すぐ出て左手の方行っちゃったんですよね。だから正直その後かなとかって正直思っちゃって、他の人の位置がちょっと分かんない。ザチキンさん聞きたくて、ザチキンさんどういうルートで行ったんでしたっけ、レフトリから。ザチキンはカフェテリア閉まってたんで、最初閉まったんでカフェテリア右へダウンロードした後、いい具合に料理をストレージ上の配線をした後、ストレージの右からエレクトリカルの方に入って、エレクトリカルの扉が閉まってたんで入ってスナパイさん発見です。まああまり追いたくないけど、スナザメマシャカリが二郎だった場合って何でもできるかなっても思ってる。おあとはそうだ、うん、いいぞ、アルトさんがキーマンだな。アツキーさんって言ったらダメだ。まあ確かにそれぐらいしかなくなっちゃいますね、話が。いやー泣けるな。いやでもこれたどり着いたら、ね、カールトさんがキーマンだね。ワクワクするよね。ねえ。めっちゃ楽しみやわ。ねえ、これは。にたどり着いたときに、結構みんな目から鱗になるんじゃない。でも、うまいな。ちょっとまだね、可能性の優先順位が低いよね。そうね。でも、あの、なんだ、ゲンさんも言ってたけど、かぶせてんだよな、場所を先出しして。本当はメッドベイに行ってたけど。うん、だしマシャカリさんもなんか他の人を疑い向けるような誘導もうまいし、スナザメさんのあれがうまかったわ。あのちゃんとついてきてくださいみたいな。あれは僕の動きに合わせてもらっていいですか。そうそうそう、なかなかの名台詞だよね。いやあれはほんまにどうなるかな。いや僕はあのスナザメさんの一言でちょっと頑張れって思ってる自分もいる。うんね。動きました。死んでた。ストレージです。はい。はい。チキンさんとサントスさんが死んでるんですけど、はい、マシャカリさんとスナザメさんがいたんですけど。はい、そこの場で行ってる。しかもアルトさんが見つけてんのが。僕からして神宮寺さんが殺してるの見たんですけど。いやごめんなさい、僕マップ見ながら上がってたんで、ただなんか全然分かってないうちに今光ったんでレポート出たって感じだったんで、私ちょっと気がついたらレポートなしてて連打したっていう感じですね。ちょっとマシャカリさんと砂ザメさん、うん、二郎じゃないです。二郎じゃないかなと思ってたんですよ。ゲンさん視点が、なんだろう、いいよ、竹尾さんどうぞ。アルトさんだったね。神宮寺さんじゃ絶対ないって言える。神宮寺さんが見えてない、正直な話すると。いたのかもしれないけど、ちょっとごめん、見えてないわ。
で、神宮寺さんもその場にいたんだ。焦って僕、その多分今そのタイミング真下で、ストレージの下でタスクやっていて、で、マップ開きながら上に上がっていったんで、僕視点はもう神宮寺さん見えてるんで、アルトさんが見つけてんのかな、熱いんだよな。なんて、それしか言いようがないんだよな、神宮寺さん。アルトの白は取れますか？まあセルフリポートするにしてもちょっと厳しいだと思いますね。ちなみにゲームはカフェテリアの動画閉まったところで伝ってました。そろそろボタン押そうかなって感じでしたね。はい、聞きました。ザチキンさんがそこに行って下に降りてってるの確認してると思うんですよ、ゲンさんも。あ、そうですね。なんか砂田さんね、砂田さんしゃかりの見ろだと思うんで、ちょっと票合わせないといけないそうですね。あーもうたどり着いた。いやいながら、ちょ我慢だったかね。住んでるんですか？同じとこじゃない。サントスさんもさっきまでアドミンいて、そこから下に降りてるのは確認しているので、幻覚白なんでどっち入れるか言ってみて。ちょっと勝ってほしかったな。10秒前は怖いな。あ、じゃあもう言います。マサカリさんとアルトさんに、あ、私視線だとマサカリさんに入れてください。絶対マサカリさんに入れてください。絶対マサカリさんに入れてください。絶対マサカリさんに入れてください。マサカリさんに入れます。いやー、神宮寺さんなんだよなー。きついな、これ。いやー、これでも、きついなー。後で。私、誰とペア組めばいいですか？いやー、面白いっすね。あー、やっちゃったなー。噛み合っちゃったなー。しかも。色を疑ってるアルトさんが見つけるっていうねえ、ちょっと皮肉な結果だ ねえ。でも今このゲームがもし終わった後にあの時のあのセリフ良かったねっていうのは僕らでちゃんと言いましょうね。ナイス。はい、ナイスです。ナイスです。野上さんで多分終わるかと思います。かそうですね。じゃあ、野上さんはマシャカリさんが殺してるのは見てると思うんですよね。なんかレポートが鳴って血しぶきが鳴ったなぐらいな感じです。ただアルトさんがレポートしてたっていう感じなので、ごめんなさい、私の中ではアルトさんで、でも砂亀さんしてはマシャカリさんで一応落ちてるって確信ないですか？はい、まあ、砂亀さんしてはマシャカリさんで一応落ちてるって確信はないんですか？私目線だとアルトマシャカリなので一応落ちてます。じゃあアルト砂ザメでローラーで、あの私とペアになってる時に、まあ、アルトさんがどんどんキルしたんだろうなくらいな感じです。だったら、僕は神宮寺さんはちょっとごめんなさい、正直わかんないので、みんな視点怖いんだったらアルトから落として砂ザメさんを落とせばいいと思います。まあどっちか砂ザメさんでいいです。砂ザメさん落とします。神宮寺も砂ザメさん、砂ザメさんで終わらなかった場合アルトさんかなっていう感じですが、その場合、その場合アルトさんがマシャカリさんを身内切りしたっていう結構鬼畜の所業をやってるのでどうなのかなと思ってます。で言うと私もレポートボタン連打したんだけどなとしか言えないです。砂亀さんマシャカリさんで1位は絶対1位。もうちょっと、なんか死体なしのボタンとか最初ペア組ませるときにそこに1回使わせてもよかったけどね。ね、そうですね。してるんで、まあ順に落とすのが妥当だと思います。どっちかに。アルトさんの発言にも合点がいくんですよ、ね。で、そっから、ね、はい、1キルで、サバイ3キルの話。で、神宮寺さんは最初のキルは絶対ないんで。ないですね。で、神宮寺目線で言うと、馬車狩さんよりも砂亀さんは神宮寺目線としては疑っていたので、はい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 。砂亀さんに入れます。なります。で次竹雄が押しますんで、最後、はい、どういう一言が出るか、なかったらもうあと神宮寺さんだな俺視点では。何も言わず。いやごめんなさい、マジでごめんなさい。神宮寺さん見てなかったんか。俺も神宮寺さんに言われると思ってすぐ言ったら、なんか見てないっつから思考停止しちゃった。いやもう、ま、真面目にあの見えてなかったんですよ。絶対見られたと思った。だから僕あのすれ違って、あの死体通り抜けてんですよ。アルトさんも見てないですか、僕が殺したの。多分サントスさんもうちょっと下にいるんじゃないですか、死体位置わかんないけど。サントスさんはコミュニケーションですね。そうそう、コミュニケーションなんだ。ザチキンさんが入ってきたから殺したんですよね。なんかあのコミュニケーションタスクのサボタージュしたじゃないですか。あ、はいはいはい。でちょうどコミュニケーションサボタージュが終わって、コミュニケーションからみんなが散っていったなと思ったんで、
あ、三藤さん残、三藤さんだけ残ってるって言ってキルしたら、うん、ケイさん来ちゃって、帰っちゃって。あれ、三藤さんアドミンに一回来ませんでしたっけ？あれ？ん？どこっすか？いつですか？コミュニケーションサボタージュ終わった後、行ってないです、行ってないです。コミュニケーションサボタージュの時に向かって、あ、なかなか治んねえなと思って行くかって言ったら殺されたんで。すみません、僕が下手くそで全然治んねえなこれと思う。神宮寺さんとゲンさんが治してるのを見ていて、はい、でそれをあアルト竹を座敷で見てたのか、あれは。なんか5人ぐらいいた、うん、すごい見守ってもらってるかもしれないので、ね、なんか一人で焦ってました、すみません。なんか、うん、長いなと思ったんで私も一応参加しました。どっちが先か分かんないですけど、おかしくのおかしいですけど、砂溜さん初手どこで殺してるんですか？アドミンさんアドミンです。やっぱアドミンなんだってっていうね。やっぱアドミンなんですね。だからやっぱり入ろうとしたんですね。アドミンで、一応もうアドミンずっとアドミンにいました。あ、そうなんですね。僕が見た先端さんの記憶って合ってたんですか？あ、合ってました、合ってました。で最終位置、私なんかクレジっていう風に言おうと思ったら、サントさんがアドミン入ったって言ったんで、うんうん、あの急いでストレージに寄った後またアドミンで地図見に行ったっていう風に言ったっていう感じですね。いや、誰組まされた時勝ったと思ったんだけどな。だし、まあまあまあ、多分結構初手ボタンの意識高そうだったんで、多分初手早めに殺せばボタンで消えるかなってちょっと思ってて、うん、で、まあ実際消えたんでラッキーって思ったら結構絞られたな。すいません、枠のコメントだったんですけど、やっぱアドミン見てからしコミュニケーション向かってます。失礼しました。だからアドミンいましたね。やっぱいました、いました。やっぱいましたよね、緑色。うん、いた気がしました。失礼しました。はい、いやなんかマシャカリさんの初日ってなんかやってないインポスターの相方感が出てた。だからそう、もうすごいもどかしかったっすよ。まだやってないんだけどなって。あのなんかマシャカリさんやってない時のインポスター感出ますね。一日俺じゃないのに、俺まではやってるのに疑うで、結構疑われちゃうんすよ俺。あ、でも今回の MVP をセンターから発表お願いします。それは砂溜さんの、ちょっともしかしたらついてきてもらっていいですかって言ったやつ。あ、そうですね、あの半年砂溜でもいいし、半年、あ、そうか、あの時か、あれペア組んでて、なんかもうイライラしてる感じ、ついてこないからイライラしてるみたいな。合わせてもらっていいですか、合わせてもらっていいですかつって。あれは、ベストセリフですね。いや、あの時にちょっとあの二郎になりそうな気がしたんで。そうですね、危なかったですね。あれは助かりました、本当に。ちょっとマサカリさんとなかなか波長が合わないみたいな風を装おうかなっていう。ちゃんと一緒に、ちゃんと一緒に弁当入りましたからね。そう、めちゃくちゃ弁当2人で入って、2人ともメッドペーカーでできてましたからね。めちゃくちゃついていってた、むしろ。一緒に弁当移動しましたし、マサカリ。先輩と思ってついていきました。出た、弁当救急のやつ出た。